はじめまして、お世話になります。 ストーリーテラーの김호연と申します。 シナリオと小説を書いています。 不便なコンビニは私の小説の中で初めて日本に紹介される本です。 とても嬉しくて楽しみにしてます。 不便なコンビニが 日本の王者な人々にあって韓国と日本の読者様の間に架け橋になれば本当に嬉しいと私は思っています。そして機会があれば日本で読者さんと会える日も来るかなと思っています。その時までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。